お祝いのご挨拶を申し上げます。今般日本とオマーンの外交関係樹立40周年を記念する書籍が出版されました。ご案内のオマーン日本桜とバラがつなぐ交流の歩み、まさに珠玉の本でございまして、この出版記念式典にお招きをいただき誠に光栄であります。心から感謝いたします。この度の記念書籍の企画発行および記念式典の開催はムスラヒ大使閣下の積極的なイニシアチブの賜物でありました。また在京マーン大使館の皆様のご尽力なくしては成し得なかったと思います。また在京マーン大使館の皆様におかれましては、日本オマーン両国関係の発展に平素から大変なご尽力を賜っており、この場をお借りいたしまして感謝を申し上げます。今月9日には安倍総理が日本の総理大臣として24年越しにオマーンを訪問し、カブス国王陛下と会談をされました。両国は安定と繁栄に向けた包括的なパートナーシップの強化について合意することができました。今回の記念書籍の発行と安倍総理のオマーン国への訪問を契機として、日本とオマーン両国の政治、安全保障、経済、文化などの幅広い分野におきまして、一層の発展につながることを心から記念いたします。極めて簡単でありますがご挨拶をいたします。続きましてパレスチナ